島ハールホテルの専用送迎車でホテルに向かいます。取り忘れてましたが、水やスナックなどのリフレッシュメントが備わってました。車窓の向こうにはすでにカオスなインドが展開しています。オートリクシャーやバイクが疾走しています。ムンバイ空港への到着が遅かったので、すでに夜半ですが、交通量は多いです。5人乗りです。遠くに超高層ビルが林立する、まるでマンハッタンのような摩天楼が見えてきました。これがムンバイで最高級のタージマハールホテルです。ちょっと説明します。以前ハワイのモアナサーフライダーではチェックインしたら霊をかけられて照れました。今回ムンバイのタージマハールホテルではウッドビーズのネックレスをかけられ、お祈りしてもらい、ビンディを塗ってもらいました。そのまま部屋に案内され、チェックイン手続きはお部屋でしました。数々のホテルに泊まりましたが、初めての経験でした。コンプリメンタリーのお菓子です。このホテルでは一番安い部屋です。特別な豪華さはありませんが、すっきりしていて品があります。夜が明けました。窓のすぐ下にはインド門があります。各部屋に新聞が届いていました。朝ごはんを食べに行きます。朝飯のレストランはどこだ。宿泊客に対して不便を感じさせないサービスの質がすごい。 Thank you very much. でまとわり疲れ感がない。多種多様なカレーみたいなのからペストリーまで、たくさんの種類のバッフェです。ドリとした中に豆、これはグリーンピース入りのグラタンみたいなものでした。無難なものばかり取ってしまった。それにパンケーキ、花の香りがすごい。少しホテルの中を見て回ります。この吹き抜けは壮観です。前大統領、ヒラリー・クリントン、オバマ前大統領など国賓がここに泊まってます。ムンバイの街を散歩に行きます。インドの街は犬だらけ。イスタンブールみたいですが、インドの場合、狂犬病のリスクが高いので気をつける必要があります。ムンバイの最高級ホテルを出てすぐにこんな感じです。もうすでにめちゃくちゃに暑い。これがムンバイの観光スポットの一つ、インド門。インド門から見るタージマハールホテルです。
暑いから寝るのが一番。あちこちに露店があります。おじさん寝てます。これはココナッツジュースや。寝てたのはおそらくお店の人。なぜかコピー屋さんがたくさんあります。これはまあストリートカフェ。水のデリバリー。壊れたものが転がる一方で、そんなものを気にせず商売にに勤しむ人々のエネルギーがあふれています。ランドマークの一つフローラ噴水は水が出てませんでした。工事中。この雑踏の中、生まれもせず寝続ける猫さん。大英帝国時代のヘリテージです。よくわかりませんが、このおばさんは路上でホルスタインを飼っているようです。建物は本当に壮麗です。これもムンバイの観光スポットの一つ、ビクトリアステーション。これは未だに謎の行列。ホテルに戻ると犬くんは日陰で寝てました。ホテルのレストランでインド料理をいただきます。パリパリのおせんべいをピリッとしたソースでいただきます。この不思議なものはアミューズのスイカです。海苔のプレゼンテーションです。おかもちが開いた瞬間からスパイシーな香りが漂います。これはパールシー料理です。パールシーはゾロアスター教徒のことで、ムンバイには大勢のパールシーが住んでいます。チキンカレー。スターターの唐揚げ。ラムカレー。これはビリヤニ。豆のカレー。これはミールス、南インドの定食です。後からいろんなものが出てきてテーブルがいっぱいです。まだ終わりません。これはビリヤニ。まだ終わりません。チャパティ。まだ終わりません。テーブルが満員なのでレイアウトを調整します。
約配膳完了です。これが一人前。食べてた時もこれが何かわからず、でも美味しい。一見すると似たようなカレー、でも味はどれも全然違う。どう違うか、それは説明不能。ごめんなさい。右の2つはお肉、左のは豆のカレー。パッと見はマスポテトだけど、香辛料が効いて美味しい。これはラムカレー。ココナッツ風味。ラムの癖は全くなく、ひたすら美味しい。自分の食べたものはあまり録画できてませんでした。満腹で動けず、しばらくはプールサイドで横たわってました。撮れてませんが、プールサイドベッドの脇に近づくと、ホテルスタッフがすぐに来てタオルを敷いてくれます。さらにボトルウォーターを持ってきてくれましたが、これは無料でおかわり自由。タージマハールホテルといえばシーラウンジ。アフターヌーンティーが定番ですが、カレーで満腹なのでそれは無理。爽やかドリンクをいただきます。トロピカルブリーズはバナナ、ココナッツ、パイナップルのジュース。ゴールデンサンライズはアイスティーとレモネードのミックスにグレナディンシロップ。想像通りのすっきり味。トロピカルブリーズはドロリ、美味しいけどインドの午後にはやや濃厚すぎた。ご視聴ありがとうございました。